山柄は、スズメも串獣からか山柄族に分類される鳥類。メディアを再生する、山柄全長13から15センチメートル。頭部は黒い羽毛で覆われ、機体から頬、後頸部にかけて、名色斑が入る。下口端式部から胸部にかけて、黒い帯模様が入る。お葉の色彩は、黒褐色。初列キりや、自列キりの色彩は、黒褐色で、 羽毛の外縁は青みがかった灰色。羽服や三立風切りの色彩は青みがかった灰色。くちばしの色彩は黒い。甲子の色彩は青みがかった灰色。卵は白い殻で覆われ、淡かし色や青みがかった灰色の反転が入る。奄美山柄 PV や甘屋薬島山柄を除いた、原生亜種の分子系統学的解析では、亜種対台湾山柄を除いたダアがより近縁と、 推定されている。南部に分布する亜種ほど、色味が濃い傾向がある。山柄の生態標高1500メートル以下にある、上緑紅葉樹林や、落葉紅葉樹林に生息する。和名は山に生息することに由来するが、山地から平地にかけて生息する。標高1000メートル以上の場所に生息する個体は、陶器になると、標高の低い場所へ移動する。同うかたと、 根群を形成することもある。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛、果実などを食べる。主に木の枝で彩色しかきは主に動物質を、陶器は主に果実を食べる。硬い果実は、格子で挟み、くちばしでこじ開けて、中身を食べる。また樹皮などに果実を蓄えることもある。繁殖形態は乱生。軌道に苔などを組み合わせた内部に重毛などを敷いた、皿状の巣を作り。 3から6月に3から8個の卵を産む。メスが放卵し、放卵期間は12から14日。ヒナは孵化してから18から20日で巣立つ。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している。アッシュ大東山柄は1922年に採集されて、以来。 発見例がなく絶滅したと考えられている。日本では本種専用の山柄かごを使い、平安時代には飼育されていた文献が残されている。学習能力が高いため芸を仕込むこともでき、覚えさせた芸は江戸時代に盛んに披露された。特におみくじを引かせる芸が多く、1980年頃までは神社の境内などの日本各地で見られた。 そのため年配者には、本種はおみくじを引く小鳥のイメージが強いが、おみくじ芸自体は戦後になってから流行し発展してきたもので、曲芸は時代の変化とともに変遷してきたことが記録から読み取れる。しかし、長寿保護法制定による捕獲の禁止、自然保護運動の高まり、別の愛願町の流通などにより、これらの芸は次第に姿を消してゆき、 1990年頃には完全に姿を消した。現在このような芸をさせるために種が特定され、飼育されてきた歴史は日本の山柄以外世界にリレ例を見ない。なお、1945年以降消滅するまで代表的だったおみくじ引き以外にも以下のような芸があった。ありがとうございます。